皆さんこんにちは、しむたです。今回はストレートアイロンを使って長い前髪をきれいに流す方法っていうのをご紹介していきたいと思います。今これを見てくださっている方っていうのは、自分でスタイリングしているんだけどなかなかうまくできないと悩んでいる方が多いんじゃないかなと思います。変な方向にカールがついてしまうとか、左右が同じにならないとか、いろいろ悩むことはあると思うんですけれども、今回はそういった方のために、こうすればうまくできますよっていう方法を失敗例とともにご紹介していきたいと思います。今回の動画を見ることで、自分がどういう失敗をしているのか、なぜそうなってしまうのか、そういったことも分かるような内容になっておりますので、自分でうまくスタイリングできるようになりたいと思う方はぜひ最後まで見ていてください。今回はウィッグでやっていくんですけれども、ちゃんと自分でやる手の動きっていうのは分かりやすいようにお伝えしていきますので、そのあたりご安心ください。それでは早速やっていきたいと思います。今回は長さこれぐらいですね。顎下ぐらいの前髪の長さになっています。もう少し短い、顎ライン、唇のラインとか、鼻のラインとか、それぐらいの方でも、やり方としては、考え方としては同じになります。この状態で巻いていくんですけれども、まずですね、乾かし方の時点でここの分け目の部分がすごくこうベターっとなっていたら、あんまり可愛くならないんですね。なので乾かすときに、ちょっとこの真ん中の部分は少し立ち上げるような感じにして、ドライヤーの風を当てるようにしてください。少しここがふわっとなってた方が仕上がりが可愛くなるので、あんまりベターっと乾かさないようにしておいてください。そしてちゃんと自分でやってるっていうのが分かってもらいやすいように、僕はこのウィッグの後ろから巻いていきますので、手の動きはね、こう自分でやってる風な手の動きと同じようにやっていきたいと思います。はい、ではまずこちらの右側からやるんですけれども、まずは成功例をやりたいと思います。髪を引き出して挟んでひねらせたまま滑らせて、はい、こんな感じですね。柔らかくカールして外に流れるような感じ、こういう感じですね。それに対してこちらで失敗例をやっていきたいと思います。結構よくありがちなのが、利き手側はできるんだけど反対側がうまくできないとか、左右が一緒にならないとかっていうことがよく起こりがちです。やっぱり手が遠くなるのでやりにくくなるんですね。こちらでその失敗例をやっていきたいと思います。髪を引き出したら中間から挟んで滑らせながら後ろに流していく。どうでしょうか、違いが結構わかるんじゃないかなと思うんですけれども、こちらの場合は綺麗にカールがついて後ろに流れてるんですね。なんですけど、こちらの場合はここがのぺーっと伸びたような感じになっていて、毛先にカールがすごくついているんですね。そしてなおかつ内巻きっぽく見えてしまうんですね。普通の内巻き、これだと左右の仕上がりが全然違うのであんまり良くないですよね。なんでこうなってしまうのか、それはですね、原因として大きく3つあります。まずは髪を引き出す角度ですね。この引き出す角度です。そしてその次はアイロンを入れる角度です。そしてもう一つがアイロンのひねり具合ですね。この3つになります。やっぱり理想としてはここで一度少し前に出てほしいんですよ。少し前に出てそのまま後ろに流れるっていう風にすると、ここが少しこう前にクッと出るんで小顔効果が出るんですよね。それに対してこちらの場合では、まずここがこういう風にのぺーという風になって、ここだけが広がって毛先に細かいカールっていう感じになってるので、ちょっとこう広がって見えるんで、やっぱり顔が大きく見えてしまうんですよね。なぜこのようになってしまうのかっていうと、まずは1つ目、引き出す角度ですね。巻くときに引き出す角度があまりない状態、そんなに持ち上げてない状態で巻いてしまうとこのようになりやすいんです。なぜかというと、あまり持ち上げてないとですね、この2つ目の点につながってくるんですけど、アイロンを入れる角度が変わってきてしまうんですね。本来であればこの後ろに流す時っていうのはアイロンを縦に入れたいんです。縦に入れたいんですけど、あまり髪の毛を持ち上げないで巻こうとするとこういうふうに縦に入れにくくなるんですね。縦に挟みにくいです。なのでどうしてもアイロンが
横向きに入りがちです。そしてそのまま横に入ったまま挟んで滑らせていくと、こういうふうに毛先が最終的にこの手のやりにくさ、利き手と逆のやりにくさっていうので、そのまま引き下がって毛先にカールをつけていくので、結果的に内巻きになるんですね。ただの内巻きみたいな感じになってしまいます。なので髪をちゃんと持ち上げる、引き出す時に持ち上げて、分かりやすいのは水平です、地面と平行です、ね、髪を水平に持ち上げる。そうするとアイロンを縦に入れやすくなります。なのでちゃんと持ち上げた状態でアイロンを入れてあげる。そして3つ目はのぺっとまっすぐ伸びた状態に対して毛先に強くつきすぎたカール。これに関してはあまり中間の方にカールを入れきれずに毛先だけすごくひねってしまう、この終わりがけのところだけすごく強くひねってしまって、のぺっとした印象で毛先だけにチュルンとこうカールがついてしまうっていう風な状況になります。しっかりと中間から丸みをつけていくような意識でやってあげる、それが大事です。なので髪の毛を引き出す角度とアイロンを入れる角度、それからアイロンのひねり具合、この3つを必ず左右同じにするっていうのが大事です。やはり利き手側は皆さんやりやすかったりするんですけど、反対側になるとそれがやりにくくなるので、どうもこう角度が一定にならないままやってしまうんですね。なので左右がおかしくなったりとか変なカールのつき方をしたりします。なのでそこを一度自分で整理して理解しておけば成功率がぐんと高まるので、そのあたりをね頭に入れておいてください。そしてアイロンを通すときにもう一つ大事なのは、この引き出した髪の毛あると思うんですけど、若干前気味です。前気味に引き出した方がいいです。ちょっと後ろ気味に引き出してしまうとダメではないんですけれども、こうやってちょっとこう横気味に引き出して、挟んで滑らせていく、それでも間違いではないです。ですがさっきも伝えたように、ここって少し前にクッといった方がちょっと可愛いですよね。ちょっと小顔効果というか、少しクッと前に入って後ろに下がるっていう風にしたいので、そうするとですね、まあ、その小顔効果っていうところもあるんですけど、あの髪の毛にヘアスタイルに立体感ができるんですね。前と後ろの奥行きっていうのができるようになるんで、ここを少しこう前にねクッと出したいわけですね。なので髪を引き出すときに少し気持ち前にね引き出すと思ってください。前に少し引き出して水平ですね、水平に引き出した状態に対して中間から挟んでひねらせたまま、こうやって前にやっていくような感じ、前にぐーっとやりながら後ろに流すような感じにすると、ここに少し前にグッと出る毛流れができて、そのまま後ろに流れます。もしこの時にカールがすごくつきすぎたと、やばいちょっとつきすぎちゃったっていう時は、ここの髪の毛がまだあったかいうち、アイロン通してすぐの状態だったらあったかいので、ちょっとこう手でねなじませてあげればちょっと伸びますから、もしやりすぎたと思った場合は、少しね、こうやって手ぐし、指で通して、なじませてください。するとね、ちょっと伸びていい感じになるので、もしアイロン、カールつけすぎた場合はね、そういう風にしてください。なので、こちらの失敗でですね、今、横にビヨーンと伸びて毛先だけに内巻きカールがついてしまっている状態を、これを成功例と同じやり方でやっていきたいと思います。自分でね、やる手の動きで思ってください。こちらってねやっぱ難しいですけど、さっき言ったのはあまり引き出す角度を上げないで下げ気味のままそのまま挟んで後ろに流してるつもりで巻いてますね。これは後ろに流してるつもりで巻いてるけど、実は内巻きになっちゃっているっていうパターンなので、しっかりと水平に髪を引き出します。そして気持ち前ですね、後ろとかではなく気持ち前気味に引き出してアイロンを縦に入れます。中間から挟みますね。中間から挟んで少しひねらせて、そのまま
毛先まで通す。でここで毛先でひねりすぎないで、もうある程度そのままの向きで最後まで通します。そうするとこういう風に一度前にクッと入ってそのまま後ろに流れていくという風なカールができます。あとはアイロンを通してカールつけた後に少しこう手を通して指を通してちょっとほぐしてあげたりとか、そういう風にするとね、より柔らかく仕上がるんで、巻きっぱなし状態よりはちょっとほぐして柔らかく見せてあげるとよりいいかなと思います。はい、なので必ず巻くときは自分がどれぐらい髪を持ち上げてるのか、どれぐらいの角度で髪を持ち上げてるのかと、どういう角度でアイロンを入れているのか、横に入れているのか縦に入れているのか、そしてひねり具合は均等になっているのか、そういったところを左と右、利き手側と反対側、絶対にちょっとやりにくさで変わってしまうんですね。自分がやりやすい方がうまくできて、やりにくい方の角度とかがちゃんと見直してみると実は変な方向になってたりとかすることがよくあります。なのでその3点をきちんと自分の中で整理して巻いてみてください。もう一度整理すると、髪を引き出すときはきちんと水平に持ち上げて気持ち前気味、あんまり極端に前じゃなくていいですけど気持ち前気味に引き出す。そして引き出した角度に対して垂直に入れる。そして中間から挟んだら少し前に引きながらそのまま毛先に抜いていって均等にカールをつける。こういう感じですね。よくありがちなミスがこうやって、あまり持ち上げてるつもりが持ち上げてなくてアイロンが入る角度が横気味になってしまっている、そのままの角度で後ろに流して毛先をそのままカールさせてのぺっとした毛先だけの内巻きになってしまう。これがよくある失敗例です。あとは毛先だけにカールを強くつけすぎるとか、そういう失敗もあるので、自分がどういう風にストレートアイロンを入れているのか一度整理して考えてみてください。あと綺麗に巻けたら少しだけオイルとかをねつけてあげるとまたすごくね可愛くなるので、まあ、もちろんそれはあの髪の毛全体にねスタイリングしてあげるっていう意味で全部につけますけど、まあ、例えば前髪のだけ見ていくと、この前髪に軽くオイルをなじませながら最後に少しほぐしてあげるとツヤ感だったり束感だったり綺麗な毛流れっていうのがまたさらにできるので、毛先に軽くもう本当薄付けでいいです。全体につけるときはもう一番最後につけるような感じでつけてください。ちょっと生え際とかもつけてあげるのもいいですね。軽くつけて形を整える、まあ、ただつけてあげるだけでもいいんですけど、ちょっといい具合にほぐしたりとか、ちょっとこのカールを手でこうギュッとこうずらしてあげたりとかするのもいいですね。指でこうちょっとこうずらす感じです、ね、ずらしながら微調整するって感じです。ちょっとほぐれた感じになって、ね、自分の向きでやるとするとこういう感じです。ちょっとこうカールをずらすずらすずらす、少しほぐれた感じになってね、可愛くなりますね。こんな感じでアイロンの巻きからスタイリングまでやってみてください。ちゃんと整理して理解してやれば必ずうまくいくようになるので、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。あとここが少し前に出た方がいいって言ってたのは、横から見るとここの動きのことですね。こうやってこういう風に流れるよりは、こうやってそのままダイレクトに後ろに流れるよりは、こうですね、よりは少しちょっと一回前に行った方が可愛くないですか。一回前に行って後ろに流れるような手流れっていう方が、ね、いいと思うんですよ、ね、なので髪を引き出すときにこう後ろに引き出したりとかして入れるんじゃなくて、前にこうね、あんまり極端に前すぎなくてもいいですけど、ちょっと斜め前ぐらいで、気持ち斜め前ぐらいでちょっとこう流してくるような感じにすると、そういう風な毛流れができます。
少し意識してみてください。今回は長い前髪の、ね、流し方ということでさせていただいたんですけれども、なんかもしこういうのが見たいとか、こういうのを動画にしてほしいとかがあれば、コメントに書いていただければ、ちゃんと見て、もしなんかリクエストに答えられそうな内容であれば動画にしたいなとも考えているので、そういったのもぜひコメントに、あと今日の動画の感想とかもよかったらコメントをいただけると嬉しいです。また何かこう、スタイリングの動画だったりとか、悩みの解決に役立つような内容を載せていきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。